では最後に、まあ、今までは音楽が音が音楽になっていくような瞬間を形にしていった曲なんですけれども、音楽がもうすでにあるような音楽を、まあ、みんなで合奏してみるっていうのも、まあ、音の一つの出し方の一つでですね、まあ、ある楽器をあるメロディーを、まあ、いろんな楽器を使って表現してみる、そんな曲ですね。いいですね。後ろの方にはですね、見えないかもしれないですけど、エレキベースやエレキギターやですね、キーボードなどがですね、いろいろ実はありまして、すごいいろいろな楽器がありますね、本当にね。まあ、それを楽しみながら音を出していきましょう。
ありがとうございました。盛大なら拍手を。徳丸修吾さんと子供たち&その親たちでした。すごかったね。後ろで本当に演奏してるの見てびっくりしちゃった。お疲れ様。なんか喋るか。喋る。俺だんだん金ちゃんみたいになってるような気がする。いやいや、徳丸さん面白かったです。ありがとうございます。あ、10月に僕新しいアルバムが出るので、それもちょっと告知しました。ベクトル。いや、ですね、新しいアルバムなんです。ああ、そうなんだ。これはもう完全に新しいアルバムなんで、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。あの、今日タダで来た人はぜひ金出して買ってください。もっと喋る。喋んなかった。この後はフレッド・フリスのセットになりますけども、セットチェンジ、20分から30分くらいあります。で、ちょっとだけ、皆さんの下にある風呂敷の話をさせてください。この風呂敷は2011年に福島でフェスティバルやる際に、みんなでパッチワークして縫い合わせて会場に敷いたアイデアが元になってます。2011年に敷いたものもなくはないけど、まあ、結構作り直したかな。この辺の下のこれかな、こっちか、これとか俺塗ったんですよ、つい先週、下手ですけど、とかね。皆さんから寄せられた風呂敷を縫い合わせて作ってます。で、最初の2011年の福島でやったフェスティバルの際は地面にセシウムがいっぱいあったので、それが舞い上がらないように風呂敷を敷きました。みんなでフェスティバル会場に、風呂敷敷いたからって放射線は完全に通り抜けてくるんですけども、なんだろう、そのセシウムが体についたりとか口に入らないようにっていう養生のために最初は作ったんですけども、それで最初6000平米 の、 広大な土地にそれを引いたんですけども、それがあまりにも面白くて綺麗だったんで、セシウム対策はだんだんどうでもよくなって、いろんなところで敷こうかなって思って、今もう札幌でも敷いてたり、それから、愛知とかいろんな場所で敷いてます。福島は もちろん敷いていて、今年の8月15日にも福島の町で盆踊りをやる際に敷いたりしてました。で、その福島のチームが来て、全国で風呂敷作ってるチームもやってきて、池袋でも敷いたりしてるんですけど、札幌からも来てたかな、いろんなところから風呂敷をやってる人たちが寄って集まってきて、今日この会場作りを、あとは一般の方たちも参加してこの会場作りをしました。先週からもう風呂敷縫ったりしてるんですけど、ということでプロジェクト福島プラスアルファのこの会場作ってくれた皆さんに拍手を。お疲れ様でした。で、もしもフェス終わった後に残っててもいいやっていう人は、これ片付けの大変なので片付け手伝ってもらえるとすごい嬉しいです。シーン。ぜひぜひ手伝ってってください。で、この風呂敷はですね、来年、福島でもまた敷きますし、札幌の国際芸術祭っていうのがあるので、そこでもその時はね、札幌の至る所に敷こうかと思っていて、いろんな広い場所に敷こうと思ってます。で、なんかだんだんこの風呂敷がなんかいろんなところに広まっていって、僕らのあんま知らないとこでも、町のお祭りとかで風呂敷縫い合わせたの下に敷いたりしてるとこもあるみたいで、ちょっと嬉しいなと思ってます。で、僕らこれを大風呂敷プロジェクトって呼んでるんですけども、なんというか、そんなに強い意志があるわけじゃないんだけど、これ2011年の原発の事故がきっかけで始まったんだよっていうことをちょっと頭の隅に置いといてもらえると嬉しいかなと思ってます。で、なんとなくこれがずっとなんかお祭りやるときに風呂敷敷いてなんかやるっていうのが残ってったらいいなとかちょっと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、次はフレッド・フリスさんのプロジェクトですけど、多分15分か20分くらいは休憩したいと思います。で、徳丸さんのセットとかね、子供たちがすごい頑張って演奏してましたけど、フレッドがさっき言ってましたけど、
子供たちが頑張って演奏してるけど僕らのプロジェクトもあの大人になり損なった子供が演奏してるようなもんだみたいなことをちらっと言ってましたけどね。ということであのフレッドさんが、日本でワークショップやるのはこれが初めてです。で、2日間、リハーサルやりました。それで、今日、ステージになります。僕も参加してます。久々になんか参加して生徒になったような気分で、10代になった気分だって言ったら、もう本番の時はもっと子供にしてやるって言ってましたけどね。そんなわけであのあと10分か15分くらい、あ、15分くらいかな、6時過ぎくらいから始まりますので後ろの方で食べ物とか売ってます。さっきオムライス食ったけどうまかったです。ということでちょっと休憩したいと思います。ありがとうございます。